皆さんこんにちは。今回は先手番で指していきます。相手の方は得意戦法取り指し、珍しいような気もするんですけど、ご機嫌中飛車の出だしですかね。中飛車にしてく、ああ嬉しの理由、なるほど。 まあでも確かに取り指し得意な方は、まあある意味取り指しと嬉しの理由って似てるので、まあまあそういうことでしょう。そういうことでしょう。どういうことでしょう。 どういうことでしょう。まあこれは自分は結構こう棒銀で攻めていくのが好きなので、こんな感じで攻めていきたいと思います。まあ嬉しの流対策として、まあこんな感じで棒銀でいくのは有力と。で、まあどうしようかな。歩突くのが自分よくやるんですけど、まあ銀ぶつける、なんかそう、この間配信してる時に銀、今まで歩突く手ばっかり指してたんですけど、銀出る手も結構有力だなと思って、何局かその将棋を指したんですけど、それで行ってみますか。銀ぶつけてみよう。なんかこれ指してみたんですけど、結構楽しくさせたので 楽しくさせたからいいのかっていう問題はちょっと一旦置いておいて、楽しくさせたので、まあ、でも形勢的にも、そんなに悪くなかったような気がするので、2局指したと思うんですけど、ちょっとそれでいきたいと思います。取って。今回はですね、まあ、全然関係ないとかどうでもいいんですけど、スーツ着ながらやってます。なんでもパリッとした将棋を指していきたいなと。普段私服でやってるんですけど、今日はちょっとスーツでやってみようかなみたいな。まあ、やってみようかなっていうか、ちょっと予定的にスーツを着て、先に着ておいた方がいいかな的な感じでスーツを着てるんですけど、これどうしようかな。歩ついて同歩同飛車で、歩ついて飛車を回るっていう攻め方があって、まあそれを決行するかどうか。まあこう歩取れそう、この歩をこう飛車で取れそうなんでやってみたいんですけど、飛車がこう、あ、危ない危ない。飛車がこう行ってしまうと、なんというか狙われやすくなるので、こう、なんて言うんでしょう、止まれないというか、もうどんどん行くような展開にならざるを得ないので、それでいけるかどうかなんですけど、歩ついて同歩同飛車、歩打って飛車回る。で、まあ例えば銀上がって角を守ってきたら、その時がわからない。その時がわからない。まあでもなんか一回歩捨ててこう4筋弱らせて、歩4筋攻めるとかあるから、行ってみますか。とりあえず行ってみましょう。まあ嬉しの流って攻めの戦法なんですけど、そういう攻めの戦法って逆に攻められると結構嫌だと思うので、こっちからガリガリ攻めちゃいましょう。飛車待てで銀ですよね。で、こっちが今壁になったので、できればこの辺りから攻めていきたい。って考えた時に、一回2二歩が手筋じゃないかなっていう気はするんですけどね。歩打って同金と取らせることで、こちらが壁になって、なおかつこの4筋が弱くなるので攻めやすいと。ただ、2二歩、歩打って同金ってなった時に、こう歩切れの相手に歩を渡すので、そこがどうかっていう悩みが。あと迷うのが、歩打って同金に歩を突くっていう手もあるんですけど、歩突いて同歩ならそこで歩を打った方が手順としていいっていう説もある。歩打って同金に歩を突くと、まあ、同歩なら同角でなんか攻めていけそうなんですけど、歩打って同金に歩を打った時に、銀とか埋められた時になんか攻めきる自信がないので、歩突いて同歩に歩を打つっていう手があるかもしれない。ただそうするとここに銀を打って埋めてくるっていう変化も出てきたりして、永遠にわからない。 永遠のゼロ、これは完全に永遠のゼロなんですけど、先歩かな。ちょっと分かんなかったですね、手順が。まあでこれは次に歩をなっても同金なんで、次は歩ですかね。歩って同金なら歩をなるっていう手を狙ってます。なんで相手の方としても手抜きにくい。そうですね、同歩でここで打ってみましょう。まあ嬉しの流崩す時は結構この歩が手筋というか急所になりやすいので、ここは狙っておきたいかなと思います。
同金と取らせることで壁になってすごい弱くなるので、ここは結構自分は常に狙ってますね。まあ実戦的にもかなり相手の方としては嫌かなというところで、いやーこれどうなんやろう、逆側から見たら相当嫌なような局面に見えると思うけど、実際のところ、あー銀で飛車をいじめて、これはもう切りたいけどな、切りたいけど同銀で、ちょっと切りたいの後に切りたに見れっていうどうでもいいことを思いついてしまって思考力が奪われてるんですけど、それは一旦置いときましょう。それは一旦置いておいて、ちょっとそういうどうでもいいことがよぎると思考力が落ちる。いやー飛車切る、ここで飛車切るか、飛車寄って同角同角かの二択かな。でも飛車寄って同角同角は金で歩取られちゃうから、まあここはもう切りますか。切ってまあ飛車角交換になってしまうんですけど、最後にこの2一歩成とと金を作りつつ桂馬が取れるので、それに期待していきましょう。まあ飛車打たれたら銀がっちり打つ感じかな。あでもここに打つか、ここに打つ手には銀を打って桂馬を守る手があるんですけど、ここに打たれた時に銀を打つとここに飛車成られてこう香車取りが受けにくいっていうことがあるので、ここにはまあなんかこう角打ってこう桂馬に紐つけつつ金取りみたいな、そういう攻防の一手をさせれば嬉しいなとか思ったり思わなかったりするんですけど、あてか飛車って角か、あーそれは良さそう。飛車打ったら角が一応飛車金両取りですね。まあでもそれ飛車なって金取って桂馬とか鬼のように怖いけど、まあ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 相手の方もここに馬作られるのは怖いでしょう。攻めとしては多分飛車が一番厳しいんですけど、角打てば飛車金両取り、まあだからここに打つ手もあるんかな。まあ、それ金寄ってじっと受けるとかもあるか。だからここなら歩打って同飛車に角とかもあるか。こう飛車と金の串刺し。だからここに打ってくるのかな、打つなら。まあそこも一応歩打って同飛車成って取らせて角打つっていう手はあるんですけど、まあそこまでするのかどうかはちょっと分かんない。まあでもどうなんでしょう。冷静にちょっと形勢判断をしてみると、駒の損得。駒の損得はこちらが桂得ですね。まあ飛車角の違いはありますけど、まあそういうのは大体置いといていいんで、まあ大体ざっくり一緒って考えて、まあ桂得。で、玉の硬さはこっちの方が硬いでしょう。これちょっと迫られてるんで相手の方。で、あとは駒の働きか。駒の働きはどうなんやろ。こっちも角使えて、あんまり使えてないけど、この飛車もそんなに攻めに使えてるわけではないから、まあ、駒の働きは互角なんかな。まあ、強いて言うならこのと金ができてるのが大きいっていうのはあるので、まあ、駒の働きも若干こっちがいいと言っていいんじゃないかなと。であとは手番なんですけど、手番は相手の方ですね。というわけで4つのこう評価基準がある中で3つこちらがいいので形勢的にはいいはず。でもそれ嫌やな。それ見えてなかった。それ嫌ですね。同歩同銀で、でもこれ同歩、この5筋ついて同歩同銀は結構相手の方にとってももろ刃の剣、もろ刃の刃、もろ刃の剣か、なんかどっちも言う方いらっしゃいません。そうでもないかな。まあまあまあ、ちょっとどっちかがどっちも合ってる可能性も、なんか重複と重複みたいな感じで、もうどっちでもいいですよみたいなノリかもしれないし、そもそも自分のあれが間違ってるかもしれないですけど、まあ、ちょっと置いといて、歩取って同銀は歩打って同銀に桂馬っていう手があるんで、これ同歩なら同銀じゃないのかもしれない。同歩って取るとこの桂馬を手に入れた時にこの桂打ちができるようになるんで、そこで飛車打ちとかなのかもしれない。まあとりあえずと金作られるのは嫌なので同歩と取ってきました。あ、飛車ね。なるほど、シンプルに飛車。これは一回金で上がりますか。シンプルな飛車見えてなかったな。これ次歩打たれると嫌なんで、ここは一回歩打ちますかね。でもできれば5筋攻めで歩を打ちたいけど、まあしょうがないかな。
まあ、銀上がっとくとかもあるんかな。銀上がって歩を打って拠点を作られるのは嫌かといって、こっちから歩を打つのは5筋のこの攻めに歩が使えなくなるので、銀でこの地点を守っとく。あ、なんかそれが大人か。それが大人。でもそれ竜回られた時にこう入られる手ができるから微妙か。大人と見せた大人じゃないパターンか。あーでも、いやー、これ銀上がって竜回ってきたらと金を引く手があって、同金に角打てば竜と金の両取りですね。だからそうしてみようかな。銀上がって真ん中守ってこうこうを見せてきたら、こうの時にと金を引いて同金に角を打つっていう竜と金の両取り。あ、そこは歩打ちますか。同竜なら角で、竜と金の両取りで歩打って、だここで取ってくると思うんですよね。同竜は角の竜と金の両取りが嫌だと思うんで、ここでこう取って潜ってくる手を見せてくると思うんですけど、そこでと金引いて両取りを見せて攻めていきましょう。まあでもな、どうなんやろ。この金取れるのすごい大きいですけど、取った後にどう寄せるのかって言われるとまたそれはそれで難しい。同金なら角打ち、かわしてくるかな。かわすってでも寄るっていう手もあるんですけど、相当相手の方としても怖いとは思うんですけどね。そうでもないのかな。それぐらい平気ですよって言われるかもしれない。いやー、言われた。それぐらい平気って言われた。まあでもこれは歩打ちますか。同金なら銀打ちから迫りやすくなるので、でこれは技が決まってる気がする。これは角打ちが激痛なんじゃないかな。角打ったら逃げるしかないんですけど、そこで歩を成った手が王手と、この角がタタタタタって効いてきて竜取りになるので、王手竜取りですね。これは決まりました。まあ時間も3分あれば大丈夫でしょう。3分切れ負けが始まったと思えば結構時間もあるので、そう、この考え方、そうですね。なんとかこれは決まりましたね。技が感想戦していきます。というわけで感想戦していくんですけど、いやこの対策有力じゃないですか。防御を見せてっていう感じでソフトの評価値見てきたんですけど、もうまあ十分な感じで、こちらが悪くなってる局面はなかったですね。まあまずこんな感じで棒銀を見せて、次に銀を出てこうつければこちらが2筋を突破できるので良くなります。まあシンプル単純にいけばですね。でこれを防いでこう銀を出て、で次歩をついて、こっちがこう歩をついて銀を追い返してから銀を出ようという手を狙う手に対して角を出るっていうのが嬉野流側のよくある対策で、これに歩をつく手もあるんですけど、銀を出て、まあ同銀なら同角で対応しようっていう指し方ですね。まあこれをよく以前指してたんですけど、まあこれも有力だと思うんですけど、この間ちょっと銀っていう手を指してみたら結構楽しかったんで、やってみたらこれ結構有力っぽいですね。同銀同歩で、でこの後こう2筋を攻めていくと、同飛車で歩を追って飛車を回って角取りにして、銀の時に、まあ、相手の方のこの左側が壁銀になるので、ここが攻めていくチャンスかなっていうことで歩をついて歩を打って、同金と取らせれば4筋が弱くなるので、こんな感じで4筋から攻めていくのが狙いでした。まあ、例えば同角同飛車ならこう歩を打ってきて、まあ歩を打って、まあ同歩なら同飛車なりとか、そういう感じで攻めていけば、まあこちらとしても十分かなと思います。まあ、本譜は飛車狙ってきたんですけど、角取った後にさらに桂馬が取れるので、この辺りはもうすでにこちらが小勢、まあ小勢は言い過ぎかな、大優勢ぐらいの感じにはなってましたね。まあやっぱりこの桂馬取りつつと金できてるのが大きくて、でこの後はまあこう飛車打たれてちょっとこちらもちょっと気持ち悪い形にはなるんですけど、まあやっぱりこのと金引きからの攻めが厳しくて、同金なら角打ちが竜とこの金の両取りになります。なので逃げてきたんですけど歩を打って、同金ならまあ狙いとしては銀を打って
同飛車は同とから攻めれますし、逃げる手にはこう金を取って同玉に角を打つ筋が狙いで、まあこれ合駒しても同取って取られるのは相手の方としては痛いですし、ただ逃げてもこう角で竜を取れるのでこちらが勝勢になります。なんで逃げてきたんですけど、これは角が決め手で逃げ場所がここしかないんですけど、歩を成れば王手で取った時に竜が取れるのでこちらの勝勢になります。なので結構これ、嬉野流側から攻められることがないというか、まあ、こっちがどんどん攻めていける展開になることが多いと思うので結構楽しく、で評価値的にもまあまずまずなんで結構いいかなと思います。なんでお困りの方はぜひ試してみてください。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。